はい、皆さんこんにちは、ひろんがです。というわけで5月31日10時、なんとメルカリのサバ落ちするぐらい相場が動いてるっていうのは勝手な想像なんですけど、それを思わせてしまうくらいポケカの高騰がすごいことになっております。あまりにも数が多すぎるので一部紹介していって、また他の動画でも紹介したいと思います。まずはですね、某有名 YouTuber が PSA 点集めますと言っていたこのカード、ミモザさんです。前回私の動画でですね、まあ上がるだろうけれど、数があるからどうなんでしょうね、なんて言いながら、そんな心配ご無用でございました。私が動画で紹介した時には6万円ぐらいだったと思うんですけど、ただいまもう10万を超える勢いになっております。正直言ってですね、もう9万5千円以下の商品はありませんでした。私も記念に買っとこうと思ってこちら1枚買ってあったのでめちゃくちゃ嬉しく思っております。めちゃくちゃ一生の大事な宝物のコレクションにしたいと思います。もう10万は超えていきそうだな、週末にあたってもっと動きそうだなっていう感じはするんですけど、めちゃくちゃ20万、30万になるとは思えないので少し様子見るのも必要なのかもしれません。そしてもう一つ、某有名 YouTuber が金髪のショートが大好きということで、上がるんじゃないかなっていうことでですね、はっきり言ってですね、回の PSA がね、5万円って安すぎるよねっていう話をですね、おそらく2日か3日ぐらい前にしたんですが、もうすでに8万円を超えようとしております。こちらはもっともっとね、数があるんですけれど、まだまだ上がるんじゃないかなっていうのは思わせるようなカードなので、注目していきたいカードのうちだと思っております。もうすでに高騰してしまったんですが、今後も上がっていきそうだなというのはイラストが良すぎる菜種さんとかですね、ピカチュウのね、CHR 系とかですね、あとはですね、このジャローダですね、メイさんが映ってるジャローダの V とかですね、この辺はまだまだ上がっていくんじゃないかなと思います。ちょっと相場の方がですね、メルカリが止まって見切れてないんですが、どうなってるかわからないんですけど、その辺は上がるんじゃないかなって予想したカードになっているので、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またね。